To the the メッセージにいきたいと思います so,、uh, s <S ぜひ心と耳をオープンにして神様の言葉を今日も受け取っていきましょう、right. um, husband, 今日のメッセンジャーは、えー、一時のお父さんでありまた、えー、と素晴らしい夫でもあります。

このお盆の最終日になるんですけども、15日の日曜日には長井先生がお越しくださいます。The last、um, day of the Obon vacation,、um, Pastor 長井 will be visiting us again。はい、えーとまあ、その週にですね、その長、えー、井先生が11時と,、えー、と2時のメッセージをしてくださいますので、ぜひ皆さん、えー、期待してください。He'll be speaking at both our 11am and 2pm services, so please look forward to that. 同じ日曜日の4時からですね、今度はインターナショナルサービスがまた今月もあります。そして、ね、次の週の日曜日が夏祭りサンデーとなってます。a n d a y となっています。

そしてメッセージの方に入っていきたいですけれども。えっと、まあ、前回の日曜日で、えっと、教会シリーズが、ちょうど終わりました。最後でしたね。え、本当教会大好きな人としてはですね、もうずっと語ってたんですけども、えっと、そこで終わりにします。とりあえず。and I love the church I could continue talking about it for weeks, but as the book finished there, I will too.。 はいえー、でも、私、今人生を導く5つの目的という本に沿って、えー、とメッセージを、えー、と準備しているんですけども。Life right now, えー、今日からは、えー、とイエスのようになるのように作り変えられるそのシリーズに入っていきます。この、えー、といろんな言葉でですね、えーと 言われたりしますけども、ね、イエスの、ね、キリストの二姿に変えられるとか。あその神学的なヨガと聖化っていうふうな言葉を使いますね。Terms, えとまあ、つまりどど、えー、どんどんん、ね、イエス様のよううにな、ね、なっっってていいくことなんですけども、so ここに聖書箇所があるのでお読みしたいと思います。2> 第2コリントの3章18節にこのように書いてあります。2nd v e r s e says this: 私たちは皆大い取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに見たまなる主の働きによるのです。 It says, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image, from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. So as it says here, we're being transformed to look like the Lord, going from glory to glory. それが聖書が言っている私のあり方なんです。私は神様に栄光ある姿に

そしてまた、殺さえの手紙にはこのように書いてあります。In Colossians chapter one, it also says it like this: ミコは、ミコイエスは、見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であり、主権であり、支配であり、権威であり、ミコにあって作られたからです。万物はすべてのものは、ミコによって作られ、ミコのために作られました。 It says that he, this is talking about Jesus, is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through him and for him. イエス様によってすべてのものは作られすべてのものの目的はそのイエス様から見出すことができると聖書には書いてあるんです。It says in the Bible that、um, though we cannot see God, that Jesus is the image of God, that all things were created through him and for him。だから私はこの人生の目的を考えるときにたくさんの人生の目的を考える自分では考えることができるでしょう。でも私は聖書にあって 人生の目的を知るとき、イエス様のようになるイエスの姿に作り変えられていく、これは絶対に外してはいけない人生の目的なんです。今日は、えー、このイエス様のように作り変えられていくことについて、まあ、特にですね、なぜ、なぜそのように作り変えられるのか。 作り変えられるることができるのかなぜ、のところにえ深く掘り下げたいですなぜなぜか、ら始めるかというと。皆さんんんはあそううなででです、ね、じゃあどうするんですすすねねどるかってすぐ行きたいよ

If we end up going straight to that, though, we end up in this pattern of like, okay, so I need to do this, but then I can't do that, and why can't I do this? And you get into the cycle of self condemnation, and it's not nice.

Because being changed to look like Christ ultimately means throwing away our old selves. And sometimes that comes with pain. And if we don't have a firm grasp of the why, we start to get into this cycle of why am I in so much pain? でこのなぜを飛ばしてしまうと、どこかで、えなんでこんなに変わらないんだろう、なんでこんなことが自分に起こるんだろう、なんでこんなに苦しいんだろう、というその苦しいなんでにぶち当たることになります。If we don't have a firm grasp of this underlying reason, we get into, stuck into the why is things so hard and why are things so difficult. 多くのクリスチャンの人はもうすでにそれにぶち当たった経験があるかもしれないです。聖聖書書書書にににはこここ神神様様のののの恵みなななぜぜががちゃんと書いてあるんといいでです。なので今日た 聖書当初私に語っている恵みのなぜ私たちは神のイエス・キリストの姿に作り変えられるのかということを一緒に聖書から受け取りたいです。まず一つ目のなぜは私はそもそも神様の似姿に作られたからです。 私は天のお父さん、神,の神であり、また三位一体の神の姿に作られました。創世紀の一章27節、神様が人を想像したとき、このように書いてあります。 神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神 we 神様ここれはこののとといいいうう日本語だとご自身の形というふうになりますけれどもあ違いますすけどもあ違 このセージョカショニア、ワタシタチノヨニツクロトモマタイカミサマカタティマス。And so it tells us、um, how God created at the beginning and also how God created us。この三民一体の神、天のお父さんであり、また神の子、イエスキーストであり、またセレーサマの神様なんです。And this God, when it talks about God, it's referring to God, the Father, the Son, and the Holy Spirit。皆さんは自分は あ神様の形に想像されたなっていう実感はありますか ?Do you have that sense of, oh, I am made in the image of God? Like, do you have that in your life?So, you don't know, 自分ってこういうとこまだで,できてないなあ、ここがまだ不完全だなとか、もっとあの人になれたらなって、でこういうふうにできたらなっていうところに目を見くってますか ?Or do you usually tend to focus on the,、oh, I don't like this about myself, or I don't do this very well, or this could use some improvement? どんなふうに生きていたとしても、どんな行いを毎週していたとしても、私は最初の最初、一番神様が最初にあなたを作った時には神の形に想像されたんです。t h e 栄光に満 crazy thing: is that no matter how we live, no matter what we do, we were made in the image of God. それはもう栄光に満ちた姿です。That means that we are image それは美しい姿です。A very beautiful image. あなたが誇るべき姿です。そうやってで言われても、えでも、これがあった自分で、こういう過去があった自分、でこういうカット、弱さがある自分、とそこがギャップが大きいように感じますよね。

カエルの子はカエルというように、神様は光であって、栄光に見えた方であって、私光の子は光なんです。これはは行いいのの話話ででででななんんすすす、まあ、ちょっとした余談ですけども あのうち、僕にもお父さんがいます、ちゃんと。have a father as well. えっと、まあ、あんまり幼少期の頃はですねあは、お父さん、忙しい人だったのであの、あんまり一緒に過ごす時間が少なかった感じがします。So, he 少ななくとともも勉強とか教ええてもらったそういういい覚えはあんまないですね And I don't have any memory of him like helping me with my homework or teaching me how to study. But one day I saw on our refrigerator at home, it was like a note that someone had left. It was kind of like from July this day to this day, I'll be gone on a business trip. Bye.

I would look at it and think it's my own handwriting. That's how identical our handwriting is. Now, I tried taking calligraphy lessons, trying to make my characters nicer, and it didn't work. And so apparently, we have the same genetics as far as our handwriting goes. 親とこの性質っていうのはどうしても切り離せないんです。というか何かあ僕なんかとかね私なんか、ね、もういいやとか、ね、これをしてしまったから、ね、これをまたしてしまえとか、ね、そう思いたくなるときに思い出してください。 Or your faults, あなたはどうしようもなく間違いなくどうやったって神様に作られた神から,から生まれた神の子なんです。Er、これは自分、私たちにはそれを変えることはできないです。 We, 神様にももう変えることはできないです。れのうたでですす we レビ,キレビキってすごくこう立法が多い聖書箇所けども and in その中でもうあなたはこのように清くなりなさい、このように自分を清くしなさい、あるいはこのように汚れてはならないというこの立法がたくさん書いてある。その前にこのように書いてあるんです。

私は神様のに姿に作られて、清いものとして作られているから、清いものとして、清いものらしく生き,生きなさいと、神様が教えているんです。皆さん自分がいいっっっってててて知ますかそのの人にあなた清いよあなたたよよ神の子だよって言って このアイデンティ,ティをね思い出すこと、また友達にね本当に大切な人に思い出させてあげること、本当に大切だと思います。I believe that us remembering this identity and reminding our friends of their identity is very i m p o r t a n t a m e そして、ねこの、ここから私はまず出発しています。 神の子として生まれました。清いものとして生まれています。でも同時に私はこの世の中で、ね、罪の中に生きています。ののね、ますあるいはこの罪の中で育ってきました。でこの光から出て また闇闇の闇のののののの中中にににここ世界生生ききてていいいるる光と間私はつもんですその中で、イエス様が来てくださいました。そして私は、またイエスの十字架によって、光の中に

ちょっと長いんですけども、えーっとな、一緒に読んでいきたいと思います。もし一人の違反によって、えー一人えー、一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのことを恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人、イエス・キリストにより、命にあって支配するようになるのです。 それは罪が死によって支配したように、恵みをまた義によって支配して、私た主のエス・キリストによって、永遠の命に導くためなのです。それでは、どのように言うべきでしょうか恵みがましこあるために私は罪にとどまるべきでしょうか決して、そんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか This is taken from Romans chapter 5 and 6. For if because of one man's trespass death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man Jesus Christ, so that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? <laughs> パウロが、えー、私はイエス様によって罪が完全に許されたこのただ一人神の子によってすべての私たちみんなの罪が洗い流されたということをまず語っています。ファーによってもう死んでいた死んでいたところからこの永遠の命に導かれたというこの恵みの,この福音が語られているんです。 恵みによって私たちはこの罪が洗い流されたじゃあ、そこで言ってるじゃあ、じゃあ恵みが増しかかるために罪をもっと犯すべきでしょうか、罪の中にまだ留まっているべきでしょうか、そんなわけはないだろうと、パウロは言っています。 お話の中にもこうやってあイエス様のようになりたいねこのあもっと,、えー、っとクリスチャンとしてとかねでこの聖書に言うとにイエス様が言ったように行きたいそう思った時にでも難しい時があるね罪の性質がまだ残っているその時にいやでも結局 You know, it's like when we're trying to live like Christ and live in a way that pleases God and and we know we can't, but then we come to a point it's like, well, I'm forgiven anyway, huh? It's like, oh, this is really tough. I'm really struggling in this, but でもパワーはそのように罪の中にとどまってしまうのは、ね、この私罪と、ね、この命の性質ね行ったり来たりします光と闇の中をある意味行ったり来たりする性質がありますでもこの闇の中にとどまってしまうのはそんなわけはないとパウロは言っています And to that question, Paul says, We are not to continue in sin. It would be like going back to darkness from light. We are not to stay there. Just, uh, uh, There's another way that John describes it in First John chapter 1. Uh, it says, if we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin. またヨハネの福音書の方にこのように書いてあります「御子を信じる者は裁かれない信じない者はすでに裁かれている神の独り子の名をなお信じなかったから出るその裁きとは光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである」。 in the gospel of john as well, it says it this, this way in chapter 3. whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already because he's not believed in the name of the only son of god. this is the judgment that the light has come into the world and people loved the darkness rather than the light because their works were evil. Through the precious blood of Jesus on the cross, we have been cleansed from all sin. Ah and through the cross, in some ways, we are able to come back to the image of glory that we were intended to have at creation. Ah 罪の中に闇の中に入ってしまったのがまた光の中に戻されるんです。じゃあなんでこう行ってきたのにまた行っちゃうのっていう話ですよ。私、また和之の話。

But you know, it's time to go to bed, so I'm like, okay, time to get out, get him out of the bath, put a towel around him. But the other day, I like, just took my eyes away for one second, and when I turned back, he'd gotten back in the bath again with the towel. <笑><笑> I was like, hey. Like, I just dried you off. Seriously, come on. なん、like、で私は戻ってしまうんでしょうか Why is it that we are so drawn to go back in? ののの we can describe this in a lot of different ways, you know, the, our tendency towards sin. いい you know, but when I read these verses, what I think is it's such a waste. ななぜなら私は救わ,れた救われる前と救われた後の自分を見たときに。救われる前の自分ってやっぱ死んでたなって感じないですか

ドアが開いているわけです自由に。自由にこの天国の中に生きることができるんです。光の中に生きることが許されているんです。なななののにまままだ地獄の中でででとどるんんすかぜ私はそうううってしまうんでしょ

The the biggest sin is not the carrying out of a sinful act, but the belief that I am a person who sins in this way. In Ephesians chapter 5, verse 1, it says it this way. It says, Therefore be imitators of God as beloved children. またその続いてあなた方以前は闇でしたこの罪の中にいましたですが今は主にあって光となりました神の子供としてまた他の役では神の子供らしく歩みなさい and it continues in verse 8, for at one time you were darkness but now you are light in the Lord walk as children of light 私は清くなるまたイエスの姿に作り変えられるとはつまり 神様に愛されて作られた子供らしく、ね、イエス様のに姿に作られたものらしく、光の子供らしく生きるということなんです。です means that being changed to look like Jesus is simply living like the person he has made you to be. It's living like his child, living as a person of light. 私は罪を犯すとき、私は昔の自分らしく生きてしまっているんです。 When we sin, we are living like the person that we used to be. It's very easy for us to think, "Well, I failed in this way before. I'll, I'll do this failure again." Maybe it's hard for us to forgive a certain something, and so we start to believe. 何か中毒があったら本当に何度も何度もその中毒に戦おうと頑張るけども私は結局こういう人間なんだこの罪を犯す人間なんだと自分に言ってしまうんです。でも聖書が明確に。 語っていますそれは嘘です。That that is not true. それは、ね、悪魔が持ってくる嘘なんです。あなたは神のに姿に作られたものです。あなたは栄光から栄光へと変えられていくものなんです。 You have been given the destiny of going from glory to glory. And this doesn't mean like it's not going from dirtiness to glory. You're starting in glory and you will continue to go to another glory. And so we cannot believe the lie that the devil tries to put in our heart. We can only believe what the Bible tells us. What we hear from the people around us, often from our parents as well, is where we fail, where we lack. And those words begin to become a part of our identity. They start to define who we are. And those begin to create or sustain these habits of sin. But だから、罪人であったとしても、罪を犯したことがあったとしても、それでもだからこそあなたを、その罪から救いあげたい救って、また取り戻したいと、神様は願ったんですの we we、so、の手紙ににままたこのように書いてあります。 あなた方は召されたその飯にふさわしく召されたものらしく歩みなさいこの飯とは救いの飯ですあなたはこの救いに招かれましたその教えとはあなた方の以前の生活について言えば人を欺く私を嘘をついてきた情欲によって腐敗していく古い人,を古い人であったその古い人を脱ぎ捨てなさい In Ephesians 4, it says this I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you've been called. Put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. Be renewed in the spirit of your minds. And put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. You know, even though the, our former manner of life often was like hell, it was horrible, we tend to go back there for some reason. でも、聖書が言っているのは、あなたがそういうものではないということです。としてあなたがそういうそこにもう居続けなくていいために、イエス様は十字架にかかられたんです。So、だから、私はイエスの姿に変えられることができるし、変えられていいし、変えられるんです。 And that's why we are being made to look like Christ. We can look like Christ. We are going to look like Christ. We don't have to believe in the lies that come from our old manner of life. Jesus already. 私はだから新しい新しいようで実は最初からあったこのアイデンティティをもう一度切ることができるんです。 それがあなたです。Who we are. ね、今日何か、ね、この罪の性質、古い自分というと、ね、人によっていろんなことが頭に思い浮かぶと思います。でもそれが何であってもね今日そのねその嘘,を、ね、その嘘自分がこういうものなって信じてきた。 でこれを犯すも、のだとこの罪を犯すものだとでこのつ古い罪の性質にいつも戻ってくるものなんだとしていたその嘘を、今日神様前に、一緒に、手放しましょう。でそれは何か。

And all of these things are ultimately a problem of our heart and our identity. And so I'd like us together today to come back to the people that God created us to be. To live together as children who are loved by Him.

If you would close your eyes and open your heart and just take some time to um, talk one on one with God. この立法を守る、立法を守るとか、で、聖書が言っていることを守るんだ。イエス様が言ったことを守るんだ。で、正しくないと、記憶ないと、で、そういう言葉を見るともうずっと恐れていたで。そうなることができない、そうすることができない自分を、えー、ずっと下げ進んできた。恐れていた。そういう人いますか。Um, Have always struggled with fear whenever you've seen these verses about, you know, live, live holy, to keep God's commandments, to live like His Son. And fear has always gripped you when you saw those. When weakness and the nature of sin, "This is something that will always me. This is something that will never be healed でも今日ただ、神様の神様が作ってくれた自分、神様が作って愛してくれた、イエス様が十字架の上で許してくれた、血を流して、私のために流してくれた、その私。 で、で、その、um, but if today you want to come back to simply who who God has made you to be through the blood of the cross and come back to the image that He has for you. で今日、神様の恵みによってでその主の二姿に私も作り変えられたいです。作り変えてください。でそう願う人は今、手を挙げてください。If your prayer this morning is, Lord, I want to come back to the person you've made me to be, change me to be like you, that's you this morning, would you raise your hand with me? これは行いでこれは行ないです。これは行わないです。これは行わないです。これは行わないであなです。 This is just talking about the identity of your heart. Let's pray together. イエス様。Jesus. Jesus, thank you. あなたのその美しい栄光たの姿であるとあなたがその十字架の上で宣言してくれてありがとう so 私がまだ罪の中にいた時にあなたは私いと宣言してくれのたことを感謝したす holy, 私のたを私 弱さの中で、あ、私は弱いものなんだと言い続けた、私に対して。それは嘘だ。あなた、は私にあって、強い。私にあって、強い。私の愛する子供であると。語り続けてくれて、ありがとう。天のお父様、ま、あなたの。

神に愛され作られた子でありイエス・キリストの十字架によって許された子であり聖霊がうちに住む光の子であるということを信じます forgiven, child, 聖霊様そのようにその信仰によって生きることができるようにどうか助けてください聖霊様この信仰によって生きることができるように

メッセージの中に言ったように神、あなたは神様に作られた子なんです。そして、私には罪があったけども、その罪のためにイエス様は十字架の上で死んでくださいました。Sin, あなたがそれを信じていようといまいと、そこにとどまって、それのように生きていようといまいと、イエス様はあなたのために十字架の上にかかったんです。 で今日この死に行の行くときの中からくとの神様の中にこの死の中に行む道をイエス様のその十字架の上にの死んでよみがえってちのさにましたちの死の死に行くときに、私の死に私たちの死に行くときに、私たちの死私たちの死ね行のイエスキリスト私も信じたい私も。 Is there anyone who, if you want Jesus in your life, you'd like to accept what He did for you and believe in Him today? If that's you this morning and you'd like to believe in Jesus, would you also raise your hand with me? あるいはでそこからずっと離れていたイエス様から離れていたけども今日もう一度イエス様のところに戻っったい言たいですたら言ったら言ったイエスたもう一度このチャンスくださいイエス様もう一度あなたと共にたきたいそうたう人いたら今手たらげてくださいあなたのために祈りますイエス様ったら言たた イエス様は今日ス感謝します。So、今日イエス様は感謝します。今日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 はします。今日は感謝します。今日はします。今日は感謝します。うは感謝します。今日は感謝します。今日は感謝します。今日はが謝します。今日は感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 今日ます。 And as you were resurrected from death to life, would you lead me as well from uh, darkness to life? Would you guide my life to live as your child? Would you come into my heart and Holy Spirit, would you lead my life? Yes, In the name of Jesus I pray. Amen. 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 Let's give God praise this morning. それでは最後にこのクリップをみんなで宣言文一緒に読んでいきたいと思います Finally, read this ぜひみんなで心から宣言をしていきましょう上がちょっと切れてるかな、um, missing, 最初はイエス様からですねイエス様から始まりますそれでは日本語からいきましょうせーのイエス様私を愛してくれてありがとう